ここどこだろう。ここはプリンプタウン。あれ、アミティや向こうの世界に飛ばされていたみんなは今は空間の歪みみたいな場所をさまよっているんだと思う。それってどういうこと？リンゴ、僕を止めに来て。さっきはなんとか邪魔できたけど、今度はもうダメだと思う。だから僕を止めに来て。森の奥にいるから。あー、ちょっと待って。今アルルの声が聞こえなかったか？止めに来てって言ってた。何？アルルは森の奥にいるって。そうか、わかった。よし、行くぞ。アンドーリンゴ、森へ行くにはおそらく学校を通り抜けるのが近道だ。ちょっとやるか。全部解いちゃうよ。学校にやってきました。実はこう見えてもこのサタン様は別の学校の校長だったりもするのだ。忘れているかもしれぬが、あややや、じゃじゃーん、ここから先は行かせないよ。わあ、佐々木マグロくん、突然出てきてどうしたの？しかもこんなところで。どうやら僕操られちゃってるみたいなんだ。面倒くない？これじゃたこ焼きの生地を練ることもできやしない。体が勝手に動いちゃうのさ。そういうことなら容赦なくいくよ。何？そういうものなのか？容赦はしなくていいのか？くる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 ー、レッツぷよ勝負。溶けた。
マグロくん、大丈夫？びっくりしたね。安藤リンゴ、先を急ぐぞ。僕もついて行こうっと。実験開始。全部解いちゃうよ。あ、リス先輩。さあ、ひそやかにこってりと愛を語ろう。先輩もやっぱり操られてるのかな。大爆発の向こうに真実の愛が見える。お前たち楽しそうでよいな。何はともあれ、レッツぷよ勝負。リス先輩、大丈夫ですか？かたじけない。いいや、かまわんよ。よかったよかった。たわけ、先を急ぐぞ。アルルではないな。あれ、バレちゃったかい？正確に言うと、アルルちゃんの体を借りてるだけなんだけどね。ほら、僕実体のない存在だから。何者？旅人だよ。時間や空間を超えてさまよう旅人。全部解いちゃうよ。旅人？よくわからないんだけど。何はともあれ、アルルを返してもらうからね。そんなに怒らないでよ。旅人の茶目っ気なんだから。今回の僕の作戦のためには、ぷよぷよを消す力のあるこの子の体が必要だったんだからさ。でもアルルちゃんって結構強情だよね。
さっきもアルルちゃんが心で抵抗するから、せっかく地球のエネルギーを利用しつつみんなも利用して準備した計画が失敗しちゃったよ。だからもういらないんだ。僕とのぷよぷよ勝負に勝ったらこの体は返してあげるよ。さあいいかい、レッツぷよ勝負。この世界はあまりにもギラギラギクシャクしてる。地球という存在も悲鳴を上げてる。だから
あのぷよぷよしたやつで埋め尽くしてしまえば、人の心にも自然にもちょっとは優しい世界ができるかもと思ってね。え、そうなの？でもちょっとやり方は良くなかったみたいだね。なんてね、僕はただみんなを困らせたかっただけだよ。こんな、さあ盛り上がってまいりましょう。レッツぷよショー。空間を崩壊させて、その時発生するエネルギーを利用して、全ての世界を、全ての宇宙を、全ての人々をブヨで埋めちゃうぞ。楽しいな。リンゴちゃんはそこで見ててね。リンゴちゃん一人に何ができるというわけでもないからね。集めて連れてく。
しょ。そして僕も完全復活。よくももてあそんでくれたな。一緒に遊ぼうよ。なんだか嫌な流れ。というわけで、何はともあれ、レッツぷよ勝負。なんだかものすごい体験をしたなと思うんだけど、ものすごすぎて自分でも信じられないや。ゆっくりお別れを言う時間もなかったのがちょっと心残り。みんな元気かな。おお、ここにいたのか。安藤リンゴくん、探したよ。ずいぶん長い間姿が見えないからちょこっと心配していたのだ。
そろそろお昼ランチの時間だよ。メロンパンが売り切れちゃうぞ。おっと、それはそこはかとなく大変だ。必然があればまたきっと。